よし、弁当や今日は。若い狐と弁当や。パ、はいどうもパチモス協会でございます。本日は赤い狐と、今日は400円のお弁当です。唐揚げ、これなんかな、きんぴらかな、ごぼうと人参のきんぴら、卵焼き、プチトマト、梅干しが乗ってるご飯ちょっと、と、あと赤い狐です。いただきます。300円弁当がちょっとしょぼすぎたんで、これにしました。蓋とろっと。追い唐辛子してます。いただきます。あ、美味しい。休みの日なんでね、もうちょっとズボラしました。昨日の夜ちょっとね、料理してて、もうちょっと洗い物溜まってんのと、ちょっと昨日の夜の料理が失敗して嫌になっちゃってるんで、お昼は手抜きです。うん。今日歯医者に電話したんですけど、やっぱり次の僕が予約してる日まで無理って言われました。うん。奥歯がなくなりましたって言ったんですけど、でもちょっと予約いっぱいなんで無理ですって。2週間ほどこのまま放っといても大丈夫ですかって。徐々に進行していっているものがね、今出ちゃってると思いますんで、うん、こんな1週間2週間では変わらないと思いますって言われたんで、それを信用することにしました。食べよう。ほんまかよ。まあ食べにくいけどな、まあ我慢しよう、しゃあないわ。早いことやっとかへんと俺が悪い。あ、なんか久々の赤いキツネうまいな。あ、癒されるわ。今週来週はね、もう休み出かけない。再来週はちょっと出かけるんで。ゲームしよう。引きこもってゲームしよう。買い物もたっぷりしてきたし、いっぱいちょっと夕方から飲もうかな。うん。なんか本日しめ鯖ちょっといただいたんで、それを当てに飲もうかなと。うん。うん、まあ。うん、慣れない方で噛むのは大変です。ほんとご飯少ないな。うん。歯は大事だな。うまい。逆に歯がない分、よく噛んでくるかも。うん。卵焼き。
あ、甘めのやつや、美味しい。普段自分で作らないときに美味しいね、甘め。あ、今日ちょっと甘めの卵焼きとかチャレンジ。あ、卵買ってくるの忘れた。あ、無理や。まだ買い物行かなかん。卵買ってくるの忘れたな。ほぼ尿酸値みたいね。尿酸値下げんのに。うん。うまい。うん、赤いきつねってかまぼこ3枚も入ってんな。あ、4枚、奮発するね。太っ腹やわ。うん、目落ちたわ。これはさすがにちょっと3秒でも厳しいな。麺は蒸し米は、
うまい。昨日も唐揚げ食べたけど、一昨日も。今日もうまかったな。今日も結局うまいな。毎日1個ぐらいって欲しいな、唐揚げ。というわけで、パティマス協会休日の昼食はズボラに400円弁当と赤いキツネでした。というわけで、美味しかったです。ごちそうさまでした。コメント返しの方はちょっと今日はお休みさせていただきます。というわけで、ご視聴ありがとうございました。